王子。早上好。おはようございます。中午好。こんにちは。晚上好。こんばんは。今回もいろんな初めて体験します。リーユのはずらじ。はずらじ。リー、リー好。今回もリーユで行こう。中国出身の歌手、そしてコスプレイヤーのリーユです。少し前にね、第40回のリーユの初ラジオは久しぶりに美味しい推しのコーナーをやってました。その時ね、食べたママドールについて番組ツイッターハッシュタグリーユ初ラジオをつけてこんなコメントが来ていました。はい、まずヨウさんからいただきました。ありがとうございます。ママドールは2つ味ありますよ。多分チョコの方食べてない。あ、そうですか。そうですね、やっぱミルク系味かなって思って。はい、続いてこたつ森さんからいただきました。ありがとうございます。兄ちゃんがママドール食べてる。福島出身としてはちょっと嬉しい。チョコ味もあるよ。お、やっぱなんかチョコ味の方が美味しいですか。なんかすごいチョコ味があるんですよって言ってる人が多いので、もしかしてこの決勝の時はチョコの味も食べられるかも、かなって、ちょっと今楽しみにしてますね。なんか食べないとちょっとランキングは上がらないですよね。はい、引き続き番組ハッシュタグリーユ初ラジオつけて感想などじゃんじゃん書き込んでくださいね。はい、それでは今回はこちらをやりますよ。教えて押し村さん。前回はですね、上原ちかちゃんがゾンビ映画を押してくれましたね。ちょっと惜しいなんですけど、星4でした。でもこれはなんか、あ、そう、惜しかな。いや、普通にこのハマりどころがもうあったので4つでした。はい、ところで山さんと辻ちゃんはゾンビ映画好きですか？そうだね、ぼちぼち好きです。ぼちぼちだ、何ですか？まあまあ。私は無理。なんで？怖くない？リユちゃんがね、結構見てるのっていう話をしてて、うん、すっごいびっくりして、うんうん、もう私は怖くて、うん、ああいうの一切見れない。私そうですね、前回も言いましたけど、幽霊とかお化けとか本当に苦手で、うんうん、もう一生見ないって感じなんですけど、ゾンビは普通にいけますね、うん、ゾンビいけるってね、不思議不思議っつって、うん、逆になんかね、うん、ちょっと科学的にちょっと気になる。ゾンビが、そうゾンビが科学的に気になる。そう、どうなってんのこれって。そう、なんか一番最初見たゾンビ系のものは実はアニメなんですね、うん、ゾンビランドサガとか、いや結構昔のやつ、いや、うーん、中学生の時見た気がしますね。 あのちょっと、あー、何でしたっけ。ちょっと調べてもいいんですか？うん、調べてもいいですよ。じゃあその間にちょっとつなぎます。その間につなぎますか。なんか最近の近況どうですかね。近況、じゃあリュウちゃんが、はい、やってるから調べててもらおうか。調べてますね。最近のじゃあ僕らの近況話します。ちょっと私のラジオですよ。それは許されないらしい。もう調べ終わった。ハイスクールオブデッド、ハイスクールオブデッド、ハイスクールオフドデッド、オフドデッド、うん、オフザデッド、うん、ハイスクールオブザデッド。そう、ハイスクールオブザデッド、なんかね、うん、女の子全部かわいいんですよ。懐かしい、学園黙示録。あ、そう、学園黙示録見たことあるんですか？タイトルだけ聞いたことあります。いや、ちょっとここに言うとちょっと恥ずかしいなんですけど、ちょっとエロいなんですね、うん、そうなんですね。ちょっとセクシーなね、セクシーな感じで、あの女の、あの高校生の女の子と男の子がなんか一気にあの全世界がゾンビみたいなあの病気に囲まれて、うん、でみんなが戦、うん、
戦いって感じですね。ちょっとちょっとエッチなの？こうちょっとはだけるところとかね。そうです、なんか結構戦う時にゾンビからなんか攻撃とかあるんですね、うん、でこういうなんかね、あのもう世界もう終わるみたいな世界だから、うんうん、あのなんか高校生の熱血のところも見えるんですね、うん、はい、ちょっとエッチなんだね。すみません、いやちょっとそれだけで興味出ちゃって、もうおじさんが星よおじさん、ちょっと気をつけてください。こっちはリーユの初ラジなんです、うん、はい、星5にはならず。え、なんでですかね、これ本当に結構一押しなんですね。おー、もう今日このコーナー終わっちゃったよ。終わりでね、終わりかな、終わりかな。教えて推し村さんはもうリウちゃんの推しでしたね。今ので良かったかなっていう、うん、えー、やりました。今回はね、あの、辻村さんが何を推しするんですか、うん、そう、はい、お願いします。ちょっと緊急転換なんです。緊急転換ね。緊急転換緊急転換ちょっと推しのゾンビ映画になっちゃいましたけど、前回ね、私やった時に、はい、こうちょっとハラハラドキドキするオットタクシーというのを、うん、そうアニメ起こしまして、りゅうちゃん見た？オットタクシーまだですね。ほら、あ、星5つけてくれたのに、はい、いや、あの時間がまだないんですけど、うん、でもちょうど辻ちゃんがこの、うん、オットタクシーが教えた後に、うん、ちょうどビリビリで配信始まってましたね、うん、本当に偶然です。すごい、そう、タイミングがすごいですね。見やすくなったね、じゃあね、ビリビリだったら。そうです、みんな見えるんですね。じゃあ楽しみだね、それはね。はい、時間あったら私本当に見ますね。ぜひぜひ感想お待ちしておりますが、はい、でその時に、うん、オットタクシーと実はあともう一つ癒される作品っていうのを2つ出して、まあリュウちゃん最初こうちょっとハラハラドキドキする方がいいっていう風に言ったんでオットタクシーをプレゼンしたんですけど、はい、今回はそのもう一つ用意していた癒される作品というのをプレゼンしたいなと思っております。はい、よろしいですかね。ではちゃん、はい、プレゼンお願いします。はい、ちょっとりゅうちゃんをね癒すためにね、ちょっとね、あれちょっとね、何ですか、ね、ちょっと今辻ちゃんがおもろにボタンを外してですね、なんか急に服脱いでますね。あのどうしたのですか、ちょっとこれあれじゃないですか、見てもらいたいんですけど、セクシー辻村ですよね。ちょっと今どういうことですか。じゃじゃーん。なんかかわいいかわいい。あ、ハムスター？惜しい。モルモット。モルモット。まあほぼまあハムスター。あ、でかいのハムスターですよね。あ、そうです。でっかいハムスターみたいなやつです。はい、私が今回ちょっと推したいのはですね、はい、プイプイモルカーです。プイプイモルカー、はい、プイプイモルカーです。かわいい、かわいいでしょ。びっくりしました、急に脱ぎ出したで、ね、そう、急になんかセクシー、こっちもちょっとドキドキしてる、ね、おになりました。行動して、はい、出てきたのは私がですね、はあ、着ているプイプイモルカーのパジャマです。普通にスタジオにパジャマ着るんですか。ちょっと見て、この今ずっとね、今日なんかパジャマ着てます、ね、ずっと今日一日中これ今ね夜収録してるけど大丈夫ですか。このまま書いてこうやって直接寝るんですか。そう、もう脱いで寝られるこれで、そのぐらいね、ちょっとパジャマをプイプイモルカーにしちゃうぐらい私プイプイモルカーが好きなんですが、あ、はいはい、プイプイモルカはですね、うん、最近2021年1月から3月にかけて放送されていたアニメです。アニメですか。そうなんです、アニメです。で、普通のアニメだと、まあ、イラストとかがこう動くアニメーションなんだけど、はい、これはストップモーションアニメって言って、あ、でも声がつけてる。そうなんです、ついてる。で、このプイプイモルカの、登場人物は、プイプイモルカの世界は、うん、そのモルモット、でっかいハムスターみたいなのが車になった世界、モルモットカー、はい、略して、このカーしかないですね。カーは車です、モル、はい、カー、そう、このこういうカーしかない世界ですよね。そうです、これしかない世界です。はい、で、乗ってるのは人間。え、このここに乗っかってんの、人間が、人間が乗るの、プイプイモルカーに。え、人間あるってことです。そう、人間もいる。あ、はい、はい、という世界観のアニメです。はい、で、
何が可愛いかっていうと、うん、声が本物のモルモットの声を使ってるの。じゃあどうやって言語になれるんですかね。喋ってないの全く。じゃあ意味伝われないですか。わかるの。どうやって。もうね、映像を見てればモルカーたちが何を言いたいかっていうのが伝わってくるの。どうやって。どうやって。ちょっとやってみる。うん、ね、聞きたい。ぷい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 。なんでもわかんない。なんでも伝わらなかったんですけど。なんでも伝わらなかったんですけど。一つも伝わらない。一つも伝わらなかった。今私は喜びを表現しました。ぷい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 。はいはい。いや、知らない、知らない。ようでござるか。知らない。本当に日本語も出てこない。だから全世界のが人類は、人類もはもちろんモルカーに乗る人は出てくるんだけど、基本的には言葉を喋らない。あ、はいはい。なんで、あの字幕とかもない。なんかトム&ジェリーみたいな感じですか。あ、そう、まさに。はい。でその子がぷいぷい、かわいいの。ぷい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 。ちょっとリュウちゃんもぜひ、はい、真似して。ぷいぷい。いいね。ぷいぷい。今の何、今の何ぷいぷい。今のりゆちゃんはね、ちょっとよくわかんないなって言って。ちょっと喜びのぷいぷいは。ぷいぷい。ちょっと。これは補足させていただきますと。日傘がわからないでしょ。誰か教えて。あ、本当にわかんない。でもあれだよね。結構ね。ポケモンユナイトより前からプイプイモルカーの話してたの。そう、いつかリユーちゃんにモルカーを教えたいと思って、うん、あ、はい、ちょっと興味あります。お、ちょっと興味ある。それいつ買ったのパジャマ。これ今年の8月ぐらいかな、うん、あ、まだ新品。そう、新品。あの、ね、島村で買ったの。島村ファッション、ファッションセンター島村。知らない。島村どこですか。島村っていうファッションストア。お洋服安くておしゃれでね。安いよ。ちょっとリーちゃん今度連れてってあげる、ファッションセンター島村に。プイプイモルカー着せられるね。プイプイモルカー一緒に着よ。モルカーのパジャマを。でも確かにね、あの映像見たらねちょっと違うよ。そう、多分リーちゃん好きだと思う。好きだと思うよ。あ、私も、うん、あ、多分好きかもしれないですけど、うん、表現方がちょっとあ、やり方が間違ったか。全然推しできてないんじゃない。推しできてない。いやいやいや、あのなんかね、色もつけてますかね。あ、色ついてる。ちょっとじゃあ、はい、本当の色を今リユちゃんにね。今本当の色見せる。ちょっとパジャマはね、あのおしゃれな色合いをしてるのでね。じゃあちょっとリユちゃんに本物のプイプイモルカで、はい、じゃじゃーん。すごい、うん、かわいい。ちょっとマイクぶつかっちゃった。マイクぶつかっちゃった。はい、じゃあ、この押し村さんね、私の押しが下手だったのか、はい、かわいい。辻ちゃんが押したプイプイモルカーのパジャマ、はい、プイ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 、はい、お、あれ今かわいい。じゃあ辻ちゃんが押したプイプイモルカー星いくつですか。5です。 5！ お、見たい。やったー、すごいね。かわいい、かわいい。今パジャマいらなかったね。パジャマいらなかった。プイプイモルカー、一発で一発絵を見せて。かわいい。なんかアニメはこういう感じですか。そう、あのね、写真みたいですよね。そう、フェルトでモルカーたちを作ってて、それをこう写真でこう動かしてるっていう。かわいい。うん、いい感じ。じゃあ一緒にパジャマ着てくれる。パジャマは大丈夫です。やっぱ今回は辻ちゃんのプイプイモルカーのパジャマ推しだったんだな。これは推しだったの。うん、パジャマダメでした。はい。さあ次の、じゃあちょっと次の推し村さんね。次回はね、次回の推し村さんすごい楽しんでますね。楽しみにしてます。結構楽しくなってきたなこれ。はい、楽しみにしてます、うん、はい、あ、みんなも楽しみにしてくださいね。はい、はいはい、それではここで2022年2月9日水曜日にリリースするファーストアルバム For You から1曲をお届けします。リユーで Endless Vacation。
お届けしたのはリーユーで Endless Vacation でした。そしてこの曲ももちろんリーユーファーストコンサート 2022FOU でやりますよ。このリーユーのファーストコンサート 2022FOU の日付は2022年2月11日金曜日、場所はパシフィコ横浜国立大ホールです。12月18日からチケット一般発売がスタートします。詳しくは公式サイトをご覧ください。りゅうちゃんメールいただいてますよ。はい、メールもちょっと紹介したいと思います、ね、今回ですね、まず韓国にお住まいの水槽ネームヨムさんからいただきました。ありがとうございます。今回公開された Endless Vacation 聞きました。今までは見られなかったリーユーさんの魅力が溢れていて少しびっくりしました、うん、曲の楽しい雰囲気とリーユーさんのキラキラした姿がすごく大好きで何度も繰り返して聞きました。ちなみに私の一番好きなポイントは猫耳のヘッドホンです。ありがとうございます。そして続いて京都府水槽ネームあきさんからいただきました。ありがとうございます。あつらじいつも楽しみにしています。私は朝の通勤時に聞くのが日課で、今日も頑張ろうという気持ちにさせてくれます。 Endless Vacation は今までと少し雰囲気が違う電子系な感じですが、とってもかっこかわいくて歌 MV ともに素敵な仕上がりで大好きです。撮影時に大変だったこととか思い出が何があればぜひ聞きたいです。ありがとうございます。実はですね、私はこういう電子系な曲がもともと大好きで、今回はEndless Vacation を歌えて本当にすごい嬉しくて、ようやく歌えた、こういう曲歌えたってこういう気持ちなんですね。大変だったことはやっぱ今回髪型はなんかウィッグピースで、地毛に最初にツインテやって、ウィッグピースを外につけたの感じなので、結構重いんですよ。重くて、落ちないようにやっぱ地毛がすごいがっつりやらないといけなくて、頭が痛いですね。何時間ぐらいつけてる？なんか朝から夜までね。そツインテールを、そうですね、朝から夜10時9時ぐらいかな、ずっとつけてて、お弁当食べてる時もこうやって食べてますね。背筋伸ばしてピンとして、はい、結構頭が痛いです。やっぱね、このMV 撮るのがレコーディングした後のそんなに時間が経ってないので、やっぱ歌詞が難しいですね。緊急覚えたけどやっぱなんか撮る本番になったら緊張するので時々飛んじゃいますね、そっか、はい、MV 撮影大変だね。難しいです。はい、ありがとうございます。さて次回のハツラジ配信は12月24日金曜日の夜7時からです。クリスマスイブということで、私から水槽の皆さんにまたまた新曲の初オンエアをプレゼント。さらにこの番組初のオンラインイベントの詳細も発表しちゃいます。ついに発表をいたしますね、はい、そうです、たくさん発表があるので、はい、次回の配信は絶対聞いてくださいね、うん、そうですね、たくさんの方に聞いていただきたい、はい、大きい聞き逃しなくです、はい、ぜひ水槽の皆さんは今から番組ハッシュタグリーユ初ラジオをつけて次回の配信、何この台本何この台本って、いやちょっとね、ぜひ読んでください、リュウちゃん、はい、お願いします。辻が書きました、はい、ぜひね、今から番組ハッシュタグリーユ初ラジオをつけて次回の配信で新曲解禁だってどう拡散お願いします。お願いします、はい、お願いしますちょっとプイプイ語で言ってもらってもいいですか、じゃあ、はい、どうやってぷいぷい
だけはい、どんな曲なのかな、この新曲の一つだけのヒントを教えちゃいます。ヒントはかっこいい、かっこいい、かっこいいです。皆さん楽しみにしてくださいね。バイバーイ。プイ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 